3月21日と22日の2日間行われていたアニメジャパン2015、いつも動画に出てくれるメブちゃんがあるアニメのイベント見に行きたいってことで、ちょっとついてきてほしいってことで行ってきました。どうも、ハンサム教授です。今日はですね、これは何ですか？アニメジャパンに来ております。これアニメジャパンに AJ に来てます。コスプレチャレンジコーナーというのがあったので、今日はね、それをやってみたいと思います。帰ってきたんで、着替えてきます。1000円で誰でもコスプレができるっていうコーナーがあったので、そこに挑戦してみることにしました。更衣室はレンタルした人専用のところではなくて、その日コスプレをしに来た人も一緒に着替えてるんですけど、みんな本格的な格好をしてて、もう化粧もちゃんとしてみたいな、クオリティの差がすごすぎましたね。皆さんすごかったですね。だって俺だけなんかしょぼいんだもん。だって一人だけだってさ、なんか借りてきたセット着てんだよ。コスプレイヤーの気持ちは分かんない。分かんないよ。逆なんじゃない？こっちが先じゃない？こっちが先なの。あんま着られてないんで、着物を着方も分かんないし、本物っていうか、まあちゃんと専用のブースにはプロなのかな、コスプレイヤーさんがいて、銀さんもめちゃくちゃイケメンだったんですよ。まあ、あれと比べられたらね、本当にちょっと悲しい気持ちになりますよね。はい、というわけでアニメジャパン2015に行ってきました。 M サイズがちょうどいいと思いますよって言われて履いたら、まあきつくて全く閉まんないですよ。チャックも、チャックは閉まったから、かろうじて。でもボタンが閉まんないから、立ち上がったらチャックがビーッと全部開いちゃって、それでもズボンは下がんないんですよね。もう太っちゃってるから太っちゃってからチャック全部開いてるのにズボン下がんないっていうね。そのまま出てきましたよ、羽織って。足元はスニーカーですし、まあ、髪は黒髪で眼鏡かけてますからね。もう銀玉の銀さんのつもりだったんですけど、もう顔が完全に新八でしたね。ズームした瞬間メブが吹き出して、非常に傷つきましたね。もう二度と銀さんのコスプレしまいと、その時誓いました。